あ、陛下。ハムナルがいる。あー、もうダメじゃん。完全にもう操られてんじゃん。やっぱ操られてたね。マジか。女王陛下、私です、セシリウスです。どうかお気を確かに。随分と遅かったな。女王は落ちた。落ちちゃった。これより女王には私の道化として働いてもらうことにしよう。マジかよ。そんなことは認めない。女王陛下は返してもらう。無力な女王に何をそんなに執着しておるのだ。民は女王など必要としてはおらぬのだろう。ていうかハムダルが左手に持ってるのあれもう新玉線じゃないですかね。もう引っこ抜かれちゃった、もしかして。シーラザラカンは女王陛下なしにはやっていけぬ。ほうほう、どういう理屈なのかな。お前に語る道理はない。そうか。お、ならば女王同様私の術に引き込んでくれよ。お、戦うの、もしかしてこいつと。このセシリウスを御することができるのは女王陛下ただ一人。セシリ、お、わらわ、あの反応、正気に戻りつつあるのか。頭痛いって感じで顔なってる。長引かせると面倒なことになりそうだな。あー、来ましたかね、守護神さん。あー、この国も終わりだな。もう新玉線抜かれちゃってるからね。美しいものほど儚い。暴走してるんでしょきっと。もう目が赤いもん。やばい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 、強そう強そう。ドララナーが、ドララナーが破壊神になってしまうとは。このまま暴れさすのはまずいで。エヴァ、あいつをおとなしくさせるんや。おお、強そうです。でもまたあれだよね、守護フニャがきっといるんでしょ。あー、大会の守護神ドララナーが、やべ、ムッキムキじゃん。超強そう。大丈夫かな。油断するなよ。レベル42だって。え、勝てる。ほらほら、当たるね。あ、弱点あるね。うわ、ちょっと怖い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 。頼む、弱点狙い、弱点。あーっと、危ねえ。はいはいはい、もういいじゃんいいじゃん。こっちもこっちも、はいはい、あぶっ、おお、正面まずいな。よし、ボコレボコレ、いいよ、おら、はいはい、よいしょ、いいね。怒った怒ったね。あー、怒った怒った、怒りました。おー、なに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 、これはまずいで。これか、よっしゃ、はい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 、よし、集めよう、守護フニャ。いよいよ、あ、なんかやつバリア張ってるのか。そのバリアを壊すことができる、もしかして守護フニャで。オッケーオッケー、今行くよ、待って、よいしょ。お、武器、お、すげえ、なにこれ、え、これ当たる、あ、当たる当たる当たる、すげえ。あー、減ってってるね、あぶねえ。わ、あれバリアか、オッケー。あ、そして光ってる光ってる、あれを狙えってことか、もしかして。いいねいいねいいね、いいよ。結構長い間この武器残るね。
あー近い近い近い、怖っ。あー今チャンスだったな。よいしょ、待って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 、あーなくなった。くそ、もう一回守護符に集めないと。あー怖い。あ待ってくれてる、待って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 、よいしょ、オッケー、よしやるやろう。これで全部光ってるところを壊さないと降りてこないのかな、あいつ。よし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 、いいよ。はい、うわあとそこか、ハラハラ、とてっぱら、とてっぱら、降りてこないとダメージあんまり当てられないからね。よし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 、いいぞ、降りてこい降りてこい、来い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 、来た、ええー、でええー、で攻撃もできる、あ攻撃もできるじゃん、よしよしよし、ここから、よっしゃよっしゃ、あ消えちゃった、やばいやばいやばい、どう、あっあっあっ凍った凍った凍った、凍るのね、あなるほど、アピールしてくれるんだ、おいいね、あ突っ込んでくる、うわ、はい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 、お待ちください待ちください、よしよしよし、よし、こうした、もう片っぽも、こっちもこっちも、あーおー食らうねー、危ない、おー結構端っこから来るね、ほらやばい、ちょっと待って、これは下手すりゃ一発で殺される体力だ、回復しとこう、またまたまた吹いてくる、ほえー、ほらほら、んよし、いいよ、いけ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 、よいしょ、あ、怒った怒った、バンキー、ちょちょちょ怖い、あ、またバリア張った、少ないな、守護符が少ないとこの武器の有効時間も少なかったりしないかな、まさかのシューティングゲーム。よし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 、いいよ、あーできればサクッと光の部分打ち抜きたいけどな、難しいな、よし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 、あ何出してくれた、なんか頼んだ、あやった覚醒だけど、ちょっと待ってこのタイミングで覚醒、おお危な、このタイミングで覚醒しちゃダメなんじゃないかな、あやった降りてきた、降りてきた、おらー、よーし、もう一度、よっしゃよっしゃ、いいです、おらー、いったれいったれ、もう一発、よいしょ、いいよ、潜れ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 、あお、怖っ、あまたバリア、どこ行った、いた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 、あのバリア、おお怖い、もうちょいもうちょい、あー消えた、バリア消えた、いいね、この守護符には亡霊が早い、さあ撃て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 、結構いけるな、ほらほら、いいよ、こっちもこっちも、
おっしゃ、怖っ、終わりだい、おっしゃ倒した。おお、いけるね。さあ、おとなしく眠りについてくれ。ご無事ですか、女王陛下。うん。大丈夫じゃ、そう心配するでない。ほう。ほほう、一度ならず二度も破壊神を倒すとは。しかし、私の目的は果たされた。そうだね、新玉線捉えちゃったもんね。では、またな。ああ、消えた。ああ、次の国もこうやってまた出てくるんだろうね、普通にね。あれ？女王は？休憩中？なあ。セシリウス、お前はなぜそこまで女王を信頼する？当然でございましょう。陛下がいなければこの国は存在できないのですから。うん。それはどういう意味だ？ええ。すべてをお話ししましょう。このシーラザラカンの秘密を。秘密。この国シーラザラカンは300年前に滅びたのです。ん？どういうこと？え？近海の海底火山の爆発に巻き込まれ、民も国土も海の藻くずと化したのです。ん？どういうこと？霊源の迷宮の遺跡群をご覧になったでしょ。あの島にも300年前は人が住んでいたのです。うん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 。出た、よろめ。今ここにこの国が存在し続けていられるのは、女王の目に見つめられ、その魔力によって時を巻き戻し続けているからなのです。ん？何？あ、滅びる前の前で時間を戻してるってこと？え、この目は監視するための目じゃないのか。女王の目がなくなれば、この国は時の彼方へ消えてしまうことでしょう。え？マジか。しかし、その方法にも一つ重大な欠点がありました。この国に住む国人の命の数が変わってしまうと、陛下の魔法を維持することができなくなるのです。そういうことか。だからあの法律があったのかね。あの、高いところに登るなっていうのは、落下死して、人が死んじゃうと命の数が減っちゃうからダメで、あの、恋愛禁止は、逆に子供が生まれちゃうからってことか。なるほどね。うん。なるほど、それであの異常な法律か。なるほど。命が減っても増えてもいけないってか。女王陛下はこの300年一度も眠りについておられませぬ。マジか。すげえな。機嫌も悪くなられましょう。民に辛く当たりたくもなりましょう。セシリウスさん、長生きだね。300年。しかし陛下はこの国を、民を守るため自らを犠牲にし戦い続けておられるのです。なんという、そうであったか、セシリウス。お、女王様。女王陛下、もうお体はよろしいのですか。お前は全てを知った上で私に仕えていたのじゃな。は、はい、だからこそ私は女王陛下を支えることに力を尽くしてきたのです。そうか。恐れながら、しかしこの国も歪みが出ております。もう長くは持たないかと。どういうこと。時を戻すのももう限界だってことか。じゃあ滅びちゃうじゃん。だからこそ怪人の雫が必要だった。怪人の雫。なんかあったな。覚えておるか、セシリーを。子供の頃我々が交わした約束。300年以上前。はい。あ、かわいい。よいか、セシリー。お前はわらわと結婚してシーラの王となるのだ。そして共に国を治めていこうぞ。
かわいい。はっ、僕は姫と結婚してシーラの王になります。そして一生姫を守り抜いてみせます。約束じゃぞ、セシリー。約束でございます、女王陛下。大好きじゃ、セシリー。おツンデレじゃなかった、デレデレだった。覚えております。覚えているどころか、一時たりとも忘れたことなどございません。だからこそ私はこうしてホメディアス様に生涯を捧げ、お仕えしているのです。わらわは生涯仕えてほしいなどとは頼んではおらぬ。約束はわらわの夫となること、そしてこの国の王になることじゃ。セシリウスが王に。しかし私の身分ではシーラの掟により王となることは叶いませぬ。とぼけるでない、セシリウス。お前も知っておるのだろう。何？怪人の雫を手に入れた者は王となる資格を持つことができる。ほう、あ、なるほどね、そういう意味か。シーラの最初の王は怪人の雫を持ち帰り王となったのだからな。だから怪人オーディスを倒しに行けって言ったのか。なるほどね。しかし私などが。そういう意味で言うとエヴァンとかでもエヴァンもね、一緒に倒してるから、怪人の雫持ち帰ってるから、ガットーでもいいよね。ガットーをシーラザラカの王にするっていうのはどうだろう。お前は長い間女王に代わってこの国を守ってきた。お前以上に王にふさわしきものがあろうはずがない。ああ、じゃあガットダメだな。何よりこの女王が夫と認めることができるのは、セシリウス、お前だけじゃ。女王陛下、しかし、しかしながらできませぬ。なんで？やはりお前が思っているのはこの国のことじゃな。長きにわたって我々が守ってきた大切な国。我々が結婚すればこの国の永遠の呪いは解け、この国は滅びるであろう。おー、はい、そのようなこと私にはできませぬ。え、待って、今、ま、時を巻き戻してたのが巻き戻せなくなっちゃうから、セシリウスさんもホメディアスさんも、じゃあ最後は火山の噴火で死んじゃうってこと？え？もう良いのじゃ、セシリウス。みんな逃げればいいのにね、他の国に。一つの国が終わり、命が消えても、また新しい命が芽吹き、新たな国が生まれるであろう。もう十分じゃ。この国は、もっと早く滅びを受け入れるべきじゃった。しかし、もう一日、もう一日と時を重ねてしまった。わらわは、少しでも長く、お前と一緒にいたかったのじゃ。けなげだな、ホメディアスさん。こんなキャラだと思わなかったな。グッとくるね。女王陛下。セシリウス、わらわは今決断するぞ。止まったこの国の時間を再び進めることを。たとえ滅びに向かうことになろうとも、それがこの国が向かい合わねばならぬ真実なのじゃからな。よくぞご決意されましたな。今こそなるのじゃ、セシリウス、この国の王に、そして我が夫に。喜んで。おお、セシリウス王様になっちゃうってことは、やっぱりパーティーから抜けるのかな。ではわらわは婚姻式の準備をさせておこう。お前はその間自由に行動するがよい。その少年たちがしばしの間お前を必要としているようじゃからな。言ってやるがよい。
よろしいのですか？あ、なに？まだもうちょっとの間大丈夫？よい。よい。え？正式に仲間に加入した。正式になっちゃった。あれ？ちょっと待って。これから僕ら邪神と戦いに行くんですけど、王様大丈夫ですか？てか、婚姻式の準備長すぎない？どんだけ時間かけるの？え、マジか。あ、じゃあ、あ、よろしく。え、大丈夫ですか、セシリウスさん。ありがとう。これでこのパーティーに王様二人になっちゃったけど、大丈夫かな。あ、王様候補か。まだ王様じゃないね。その他たちには本当に世話になったな。約束通り、ブラハバの約定を受けよう。お、そっか、そうでしたね。約定を締結しに来たんでした。忘れてました。準備ができた。いつでも声をかけるがよい。おい、レベルアップすげえ。やったー。はい、じゃあ、あ、ちょっと待って、外出れないか。おう。女王陛下がお戻りになられ、この国の時は再び動き始めた。たとえどんなことが待ち受けていようとも、女王陛下の御心のままに。あ、いけないですね。じゃあ、締結してください、約定。ああ、では始めるとしよう。そなたらの約定書をここへ。さあ来た。この二の国のため手を取り、ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。さあ三つ目、ドララナーガが来た。あと二つか。結構早いね。約定を結んだ間柄だ。何かあったらこの国を頼るがいい。あざす。セシリのことよろしく頼んだぞ。期待しているぞ、セシリウス。ええ、お任せください。これからよろしくお願いします。うん、よろしくね。セシリウスは、え、なんでエヴァンのパーティーに加わるんだろう。いまいち。コメディアス女王を、ハムナルの魔の手から解放したエヴァン。紆余曲折を経て、一行はシーラザラカンと同盟締結を果たした。新たな仲間、セシリウス・フォーセルの加入によって、エスタバニアはさらなる発展を遂げるだろう。よし。また一歩進みましたね、プラハバンの約定。おお、来た来た。夢の中の少年。恋が禁じられているなんて、そんな国もあるんだね。でもその国から僕は、国を守りたいっていう強い意志を学んだ。自分を犠牲にしても、誰にもそれが認められなくても、女王は国を守り続けたんだ。女王やセシリウスに出会えてよかった。エヴァン君、すごいごめん、どうでもいいんだけど、エヴァン君、そのもみあげの下に人間の耳はあるのかな、ないのかね。やっぱりあの猫耳が唯一の耳なのかな。見てみたいな。だけど君の進む先にはまだまだ君が学ぶべき人が現れるんじゃないかな。うん、わかってる。もっと強く大きくなりたい。そうだね。まだ今の君は成長の途中だからね。エヴァン、早く大きな存在になった君と会いたい。そうなった君と会えることが僕の何よりの楽しみなんだ。誰なの君、夢の中の少年。そっか、そうなんだ。やっぱりブラハバンなのかな。それだけ君には注目してるってことさ。それじゃあね、エヴァン。ブラハバン、エヴァンってバンつながりだけど、なんか関係あるのかね。うん、またね。勘繰りすぎかな。お、これが第5章が終わった。はい、
じゃあ今回はここまでにしまして、次回、第6章スタートしていきましょう。はい、というところで今日の実況をおしまいにします。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価もお願いします。ではまた次回の、動画でお会いしましょう。ではバイバイ。